ゼリービーンズホテルのビュッフェスタイル朝食にて、ゼリービーンズあるいはジェリービーンズは、空豆型をした砂糖菓子の一種である。砂糖、水飴、でんぷんあるいは寒天を使って、ゼリーを作り、コーンスターチを厚く敷いた箱の中で、豆型にして、ある程度乾燥させる。出来上がったものを、回転鍋に入れ、粉砂糖でコーティングした後、蜜楼で表面を固め、艶を出す。 愛らしい形と綺麗な色が特徴。様々な色と風味がある。果物やカミの他にも様々な風味のものが開発されている。欧米では非常にポピュラーな歌詞である。アメリカ合衆国大統領のロナルド・レーガンはこの歌詞が大好きだったことでもよく知られている。1967年のカリフォルニア州知事に就任の際に 禁煙のために食べ始めたのが最初とされているが、1981年の大統領就任の際には3.5トンのゼリービーンズが就任式典で消費されたという。この時、製造元であるゼリーベリー社は、正常期にちなんだ青色を出すため、新たにブルーベリー味のビーンズを製作した。1910年代から1920年代の初期の米国では、 女性を引きつけるために服装には気を使っているものの、他には、何の取り得のない若い男性のことを、俗に、ゼリービーンと呼んだ。類義語としては、それ以前によく使われていた、ダンディ、ファップ、またこの少し後に使われた、ドラッグストアカウボーイがある。また、ゼリービーンは、いわゆるポン引きを示す言葉としても使われた。この意味で、ゼリービーンを使用した作品としては、 1940年代のフィルハリスの人気曲ゼリービーン、スコット・フィッツジェラルドの短編ゼリービーンなどがある。ありがとうございます。